これ何？この扉。気分が悪いです。どこから聞こえましたよね。低い声。はい、噂の暗夜に来てますよ。来ましたか、とうとう。はい、もう監禁殺人事件に始まり、はい、数々の、まあ、不法侵入もありつつ、はい、本当に曰くだらけの家ですよね、うん、もう結構有名ですもんね、今ここ。あと井戸もあるらしいですよ、ここ。いや、もう噂は聞きました。なんか遺棄されていたっていう話なんですけど、うん、はい。で、今日2人で、はい、中を見ると、ここ見る、結構ハードル高いですよね。いや、怖い、うん、もう見るからにこれ築何年だっていう感じのね、うん、本当に歴史を感じる家で。ということで行ってみましょうか。行きましょうか。はい、じゃあ行きましょう。はい、開けますよ。はい。お、なんか古い家の匂いがしますね。あ、ん、しますよね。ですよね、古めかしい。あ、ん、うわ、お邪魔します。ちょっと待って、これ写せるかどうかわかんない写真があるし、障子が、あー、なるほど、写せないですね。ね、うわ、なんか人がいた形跡がすごい。うわ、またいる、呪いの人形じゃないですか。これ前回あったのが全く一緒ですかね。持ってきたんですかね。うん、首が動くってやつですよね。はい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 、触れちゃダメっていう、うん、お人形さんたちもあって、うわ、布団もある。ここに不法侵入でも一回有名になったりしてますもんね。そうですね。ちょっと向こう側も行ってみましょうか。今なんかめっちゃ廊下から落としますね。嘘、本当に？はい、まさにそこら辺。びっくりした、廊下じゃないのか。こんな間取り。あ、え、でも、え、パシッて言いますよね、この音がさっきも聞こえてて。うわ、すごい、ホコリが線香みたいなんだけど、このホコリ見て。本当だ、お線香みたいじゃない？そうですね、ふわーって登ってるような。うん、見えるかな、見えるか。すごっ、うん、すごいね。じゃあ、なんか2階が事件現場だっていう話もあるんで、はい、まあ、とりあえず1階見た後に。そうですね。うわ、また匂いがすごい。どんだけ道があるの？どっから行く？いや、これでかいっすね。え、広い。うわ、広っ。こっちから、キッチンの方に行けますね。もう畳が、これ傷んでますね。はい、これは大豪邸ですね。本当っすね。あ、あ、大丈夫ですか？うん、これも床が傷んでるのかな。うわ、あ、カビ臭。本当っすね。これ何だろう、これ介護用のなんか、うん、これもなんか血痕に見えない？本当だ、本当っすね。結婚で錆びついてる感じがする。介護用ですよね。そうですね、ほんとそんな感じ。全体的になんかおばあさんのお部屋というか、うん、名前が書いてあります、うん、うわ、ちょっと向こうも行ってみましょうか。行きましょう。ドアは、ドア多いっすね、ほんと。そうですね。
あ、これがあの曰く付きの井戸じゃないですか。うわ、本当だ。うわ、こう見ると迫力すごいですね。すごいですね。ザ井戸ですね。ちょっと中身めっちゃ深い。あ、吸い込まれる。なんか落ちそうになる。三半規管やばくなりますね、見てるだけで。なんかそうっすね、うん、引っ張られそうというかな、ね。なにこれ、すごい。こんな井戸初めて見た。でもさ、なんかコンクリですごい舗装されてるっていうか、なんか、うん、後から取ってつけたみたいな感じだよね。井戸の正体はあんまりびっくりした。びっくりした。井戸の正体はあんまり分かってないんですけど、うん、そこじゃないんですか、井戸って。いや、でもなんかここだけちょっと浮いてない。なんかあ、本当だ、うん、そういうことですね。新しく元々の井戸を塗ってるみたいな感じですね。に見えますよね。はい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 。うわー、雲の巣もすごいな。むちゃくちゃ使い込んでますね。そうですね。なんかその時のままある感じというか。そうですね、うん、いや、ここの空間ちょっと痛くない。気持ちが悪い。うわ、気持ち悪い。あ、なんかちっちゃい子のサンダルみたいなのもあるよ。本当ですね。お皿もいっぱい。これだいぶ本当に、うん、こんなにお皿ある家庭珍しくない。同じ種類の皿が。本当ですよね、うん、なんだろう。てか、なんだこれ。うわ、臭い。くっさ。くっさ。これお風呂だ。くっさ。トイレの近くだからかな。多分。あ、これトイレですね。うわ、くっさ。これは外にいるのか。くっさ。耐えらんないね。うん、この空間なんですかね。気持ち悪くないですか。いや、こういうさ、変な空間がある家ってよくないよね、やっぱ。そうっすよね、うん、デッドスペースっていうか。ああ。ちょっと開けてみていいですか、こういうところ、うん、開けちゃうの。うわっ、なりますね。あ、これやっぱおむつとか。本当だ、介護用だ、うん、最後一個だけ、うんうん、おー、危ねえ。開かない、開かない。なんかデッドスペースが多いですね、本当に。多いよね。なんか風水的にあんまり良くないって言いますよね。そう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 、うん、トイレやばいな、匂い。物置多すぎじゃない？わっ、うわぁ、おりんが鳴らすの？鳴らしません。鳴らしてる。じゃあ2階に行きますか。行きましょうか。2階に監禁部屋があるって聞いたんだけど。2階が監禁部屋。今、男の人の声じゃないですか。下。え、ちょっと、もうちょっとこっち来てくださいよ。もちろん。うわ、寒い寒い。寒気がやばい。ちょっと俺2階無理かも。はい。うわー、何この椅子。うん、気持ち悪い。なんかなんか首吊り自殺するときの。やめて、そういうこと言うの。確かに臭っ。
うわピエロだ。何やピエロ、怖い。こっち行く？どっち？うわ、床やばいなこれ。めっちゃミシミシ言うんだけど、床抜けない？これ危ないっすね。これ危ないよね。気分が悪いです。ここなんか結構喉にくる感じの、うんうんうん、普通になんかカビ。向こうから聞こえましたよね。なんか低い声。ここで一回出ません？うんうん、具合悪くなる。シンセサイザーがある。ここも部屋は部屋なわけですよね。部屋なのか。このドア何？いろんなドア。こんなだってさ、スケスケの普通に外が見えるガラス窓に。あ、これ電気か。あ、うん、気分悪い、本当に。この服何？当時の。てかさ、ここに洗面台いる？どういう生活してんの、ここの人たち。だから、なんか監視をしてるみたいな感じですよね、うん、見えるようにというか。なるほどね。家族が住むような家じゃないよね。そうっすね。これ何？この扉。なんなんですかね。これなんだろう。なんなんですかね。こっちはなんだろうね。ちょっと待ってください。こっちは廊下につながる扉ですね。扉いる？なんか扉めっちゃ多いっすね、うん、うわ、なんかこれアルバムみたいなのもありますけど、うん、じゃあ一回戻りましょうか。かなり不気味ですね、うん、そうっすね。ちょっと